平野紫耀とリーハタ氏の発言が呼ぶ、キンプリの未来への模索。2022年の6月にリリースされたキングピンス以下、キンプリのフォースアルバムメイドインは、ダンスパフォーマンスの観点から注目を集めた。その中でも、一番という楽曲の振り付けを手がけたリーハタ氏の発言が物議を醸している。 一方で、キンプリのメンバーの一人である平野市洋もこの件について語っていた。そんな彼らの言葉が、ファンの間で賛否両論を巻き起こしている。リーハタ氏の発言の背景。リーハタ氏は、世界的なボーイズグループ BTS の楽曲の振り付けを手掛けるなど、その才能で知られている。 キンプリの一番の振り付けも彼が担当し、そのダンスパフォーマンスは大きな注目を集めた。彼はキンプリを変えるという意欲的な発言をしており、これがファンの間で議論を呼んでいる。平野潮のコメント。キンプリのメンバーである平野潮は、リーハタ氏の才能について称賛し、彼の振り付けによってグループの魅力が引き出されたと語った。 しかし、高橋山と平野がリーハタ氏の発言に関して触れた際、一部のファンは否定的な意見を示した。ファンの反応。一部のファンはリーハタ氏の発言に対して批判的な見解を示している。彼らは、キンプリを支持してきた歴史を無視されたような感じを受けたと述べている。一方で、他のファンはリーハタ氏の功績を称え、 彼の存在がキンプリのダンスパフォーマンスの魅力を引き出す一助となったと感謝の意を述べている。リーハタシの信念。リーハタシは密着取材中に自身の振り付けについて出産と表現し自分の全てを注いでいると語っている。彼は BTS をはじめとするアーティストに対して真摯な愛情を抱き、その情熱が彼の作品に反映されている。 キンプリの場合も、彼らの熱意がリーハタ氏の心を動かし、私がキンプリを変えるという強い言葉を生み出したのかもしれない。キンプリの未来への模索。現在、キンプリの5人での活動期間は残りわずかである。彼らの王子様路線から、リーハタ氏の手による激しいダンスパフォーマンスまで、彼らの多様な魅力が引き出されることを期待したい。 リーハタ氏の意欲的な発言は、キンプリのファンたちの間で様々な議論を呼んでいる。彼の振り付けによって、キンプリの新たな一面が浮かび上がり、彼らの魅力が世間に広く知られるきっかけとなった。一方で、ファンの中には彼らの歴史を重んじる声もあるが、キンプリの未来に対する期待とともに、リーハタ氏の意義ある存在もまた肯定されている。 これからの金プリの活動には、ますます注目が集まることだろう。